まずは右側の方からお名前を教えてください。北浦沙和です。村田理子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、まずはどんなクラブなのか教えてくれるのはどちらでしょうか。はい、ではお願いします。合唱や住所だけでなくポップスの曲をやったり自分たちでグループを組んで踊ったり歌ったりしてきるいろいろな音楽の分野が楽しめるクラブです。練習をしていく中で一番難しかったところって何ですか。サビの前の盛り上げの部分です。盛り上げの部分、何か一番苦労した点はありますか。やっぱり抑揚をつけるところが喉に引っかかったりして大変だったりしたんですけども、2人で頑張って調節しました。クラブではそのポップスも歌うって今教えてくれたけれども、ポップスって例えばどんな曲を皆さん歌ったり踊ったりしてるんですか。
リトルグリーンモンスターとか、うん、クラブでやっぱりなんか流行ったりするグループとかいろいろ季節によってあるんですけども、うん、そういうグループのポップスをいろいろみんなで歌ったりしています。じゃあ流行をキャッチしてその時々の歌を歌ったり踊ったりしてるということなんですね、うん、北浦さんは将来の夢が何でしたっけ？学校の先生になることです。なぜですか？そしてどんな学校の先生になりたいですか？いろいろな笑顔であふれる学校の先生になりたいです、うん、そして村田さんは小説を書くのが好きってここに書いてくださってますけれども、今どんな小説を書いてるんですか？冒険みたいな小説を書いたり、いろいろ冒険が多いです。冒険が多いんですね。パパと一緒に大きなステージで歌うことを、これ村田さん将来の夢として書いてくれてますけれども、うん、どんな歌をどんなステージで歌いたいですか？いろいろな人が見ているステージで盛り上がる曲をたくさん歌ってみたいなと思います、はい、2人ともね、北浦さんは大会のこの前夜にはお母さんのカレー、そして村田さんはお母さんの卵焼き、これを食べたいっていうふうにアンケートに書いてくださってるんですけれども、2人とも食べられた？食べました。あ、よかったねトップバッターだったけれども、カレーと卵焼きのおかげでうまくいったかな？うまくいったと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。